どうも皆さんこんにちは。簡単にウクレレ教室がずれるのガズでございます。今日はちょっとお知らせです。ハニーさんが登場してるんですけど、はい、今日は何のお知らせでしょうか？はい。縫い物時間店 in 東京のお知らせです。はいはいはい。とうとう迫ってまいりまして、はい、迫ってきた。ね、そこかしこでね、ちょいちょいお知らせをさせていただいてたんですけど、はい、改めて、はい、はい、どうぞ。はい。10月の20、21、22、金、土、日で、縫い物時間店 in 東京ということで、こんな感じで、ちょっとね、かわいい、これ手袋うさぎっていうんだけど、こうカラー軍手。あ、軍手なんでね、これね。そうそうそう。見たことある人いるんじゃないかな。手袋で作る、このね、簡単にできるぬいぐるみ。で、この子たちもね、もう実際に登場するっていう感じで。見ていただけるという。はい。はい。で、まあね、私が作った、その縫い物の関することを刺繍とかいろんなグッズを、まあこうね、アイテムを飾らせていただくんですけど、ガズレレファンの方もね、楽しんでいただけるような内容が実はあるということで、ちょっとね、ここでご案内させていただこうかと思ってます。はい。で、歩く。ガズさんの曲、歩くという曲がありますね。ミュージックビデオも公開してますよ。ガズレレ、YouTube のね、下の方に行くとちょっと出てくる、見てもらいたいなと思うんです。いい曲ですから、そう。はい。で、そのミュージックビデオに、こう、いろんなね、動物が、ガズさんが出てくるんだよね。で、その動物たちを、スケッチブック、に、こう、そのね、吉岡さん、のご紹介。イラストを描いてくれた今スタジオの吉岡さん。そう。吉岡さんが、一枚一枚ね、その動物たちをね、手書きで書いてくださったのね。書き下ろしの。そう。で、それを、実は私たちの手元にあって。あるんですよ。で、今回、そのね、すごい可愛いんだよね。可愛い動物たちを、ちょっとね、一緒に飾らせていただこうかなと思って。展示するってことね。その縫い物時間店にね。そうそうそう。なので、その歩くを見てくださった方が、あ、あの動物たちだっていう感じで、実際にね、こうちょっと見ていただいて、で、こう額に貼るっていうよりも、そのスケッチの感じの雰囲気のまんま、ちょっとね、今ね、デモを試してね、いろいろ試して。こんな風に展示しようかなと思って、やってるんですけど、ちょっとね、ちょっとこの素材感っていうかね。それ動物じゃないじゃん。そう。これね、ガズさんもほら、こんな感じでガズさんのことも書いて。これ手書きですからね、すごいよね。そうなんですよ。ほら、こういうところにね、こうサインがね、してあってっていう感じで、ほら、本当にほら、スケッチブックなんですよ。すごい。そう。やっぱりすごいな。そう。で、これが、なんともう20枚以上。20枚ぐらいあるんですよ。なるほど。なので、それをね、こう、パーッとこう、勢ぞろいして、可愛く、こう、縫い物時間っぽく、可愛く飾ろうかなと思ってます。写真撮りに来てください。ぜひぜひ。はい。という感じなんで、その、あとね、弦とか、あと、チューナー。あ、ウクレレ弦。Gラボのね。そうそうそう。っていう感じの、小物もちょっとあると。小物だったら、たまたまね、ちょっとこう、あ、あれそれ欲しかったんだ、とかいう方いらっしゃったら、そこでね、ちょっとそう、3日間ありますからね。なんかどっかでフラッとこう、小手さんもいるし、ということで。そう、私全部。行ってあげてください。おりますんで。はい。という感じです。在廊しておりますってやつ。在廊してるってやつ。在廊してる。そっか。はい。で、これもね、吉岡さんがね、ちょっとこれこういうの。そう、こんな感じの、これパネル、なんていうのかな。パネルっていうか、キャンバス地だよね。そうそう、こんな感じになってるんですけど、で、このね、皆さん、全部のね、動物と私たちが集合してる。こういうのも、まあ、展示する。そう、感じのものも。なんか購入できるものもあるの？あ、はね。そのチューナーとか、まあ、弦とか、あとまあ、こういうのはちょっとね、あれなんだけれども。あ、で、縫い物時間の方では、イベントグッズ。イベントグッズあるんだ。とか、あとは、ちょっとしたその手作りキット。キットね。DIY でやってほしい。そう、あります。で、あと、このね、じゃん、こちら。ああ、サウンドホールカバー、ビスケット、防音のね。そう。で、これの、ワークショップっていうのも、一番最後の日に、何日ですか、最後の日。22日の、お昼からなんだけど、で、まだね、若干まだ。ワークショップで一緒に作ろうぜっていう会ですね。そう。あ、いいじゃないですか。そう。なので、ぜひぜひ、概要欄にまた、詳細貼って、概要欄にお願いします。はい。いいですね。はい。楽しみですね。もう、すごいんですよ、ワクワクが。っていうかね、もう、気持ちがね、焦っちゃってね。どうって感じです。いや、もう、そんだけ楽しみにしてるってことでございますですね。はい。縫い物時間を知らない方でもね、小添さんもいつもね、ガズレレ YouTube で夫婦でセッションということでね、登場してくれてる小添さんなんで、会いに行ってください。ぜひぜひ、私に会いに来てくれるだけでも。吉祥寺から北口7分歩いて、なんかいい感じのギャラリーみたいなところで、3日間貸し切って、小杉さんの縫い物時間店だけだもんね、その会場で。そう、その会場は私だけなんで。そう、なんで、かなり、有意義なゆったりした空間になるんじゃないかなというふうに思いますよ。でフリーイベントなんで。あ、無料です、無料。そこ大事。そうだね。そうそうそう。お誘い合わせて。そう。全然ウクレレとかガズレレとか、僕たちのこと知らない方と一緒に来ていただいても、きっと楽しめるんじゃないかなと思って。なんかいろんなね、トートバッグとかね、こういうの、あれでしょ？こういうの提示するんですよ。そうなの。せっかくだからこういうのね。確かに。こういうね、ほら、こんな感じの、こうちょっと刺繍しました、みたいなね、感じのトートバッグとか。こういうの見てもらいつつ、みんなもできるよっていう動画も公開してるからね。なんかほら、いろいろある。こんな感じで。あ、反対だった。こんな感じで。これもなんかすごいから鳥だよこれ。そうね、こういうの、これも手で縫ってんですから。そうなんです。まあこういうのも直に見てね、なんかもえっとしてくださるといいかなということで、初めてのとにかくね、小杉さん生まれて初めて自分のそういうイベントをやるわけですよね。だからなんかちょっとね、なんかもうすごいことになってるわけです。まあまあというわけでまあまあこれです。これお越しくださいねということで。はい。はい、じゃあ最後に一言お願いを。はい、そういうわけで3日間私ずっとおりますんで、もうねどの時間でもね楽しんで遊びに来てください。はい、ガズレレファンの方もなんか面白いと思いますよということで、よろしくお願いします。はい、あと11月11日もガズレレの日のイベント渋谷で開催です。詳細もうちょっと待ってね、今ね本当最終段階で詰めてるんで、今スマホに予定だけ入れといてくれれば大丈夫ですね。渋谷でガズレレの日のイベント、カズさんとセッションするぞということで覚えておいてください。はい、それじゃあ今日はちょっとお知らせ動画になりましたけど。ですね、よろしくお願いします。お願いします。さよなら、バイバイ。